して、ちくま猫の会、代表の平田と申します。本日はご来場いただきありがとうございます。当会は2018年に市内の飼い猫のいない無秩序な繁殖や生活被害に憂える2名からスタートしました。私自身が空腹の飼い主のいない猫に餌を与え、自費で不妊手術をしていたものの、周辺に糞尿被害を与えてしまった当事者でした。こういった繁殖や生活環境被害の相談を受けながら、少しずつ仲間が集まり、現在16名で活動しています。2020年に環境課様の勧めにより、千曲市共同提案事業の採択を受けました。発足から現在までの猫不妊化頭数は847頭になりました。他、地域に生息する飼い主のいない猫の不妊化適正管理を行い、生活環境改善を図る地域猫活動を市内6自治会と行っています。当会の活動として普及啓発活動が挙げられます。住民の皆様にこの活動を知っていただくことこそが問題解決へ近づけるのではと思い、今回の催しを企画させていただきました。今回この会で得られたことを地域の皆様に還元していただけましたら幸いです。本日はどうぞ皆様お願いいたします。坂口和志様より、千曲市共同提案事業と猫繁殖抑制事業についてお話をいただきます。はい、皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました千曲市の環境課の坂口和志と申します。よろしくお願いします。千曲市にはですね、以前から猫の苦情がたくさんありました。その中でですね、今回このような千曲猫の会が発足しまして、現在ですね、苦情の方も少しずつ減っています。この内容につきましては、今地域猫課というのもございます。これつきましてはですね、地域の方がですね、ご理解をいただきながらですね、やっていかなきゃいけないものだというふうに考えています。先ほどました会長さんの話がありましたようにですね、啓発、これがですね、重要なものだと思っております。今後もですね、そのような形でやらさせていただきたいと思っています。この、啓発活動もですね、先ほどました共同事業という中でですね、やらさせていただいております。会長さんの話したように3年目であります。この共同事業も今年でですね、終わってしまいますけども、今後ですね、このような活動がですね、地域と一緒にやらさせていただけるというふうに考えております。またよろしくお願いします。また本日はですね、その共同事業の中の一環ということで、その啓発の中でですね、県の本局の方から、来ていただきました。お二方もですね、講演会を入っております。ですね、本局から、ちょうど出てますけど、動物愛護という形になっておりますので、猫に限らずですね、動物愛護についてですね、皆さんのご協力を賜りたいと思っております。よろしくお願いします。すみません、共同事業他にですね、市の方の事業もあります。ちょっとご紹介させていただきたいと思っております。先ほど言いました、不妊去勢手術、それについてですね、市の方 です、ね、助成をしているところでございます。詳しいことはですね、市のホームページの方に、掲載されておりますので、ご覧いただきながらですね、今後ですね、その子供が、猫のですね、数が増えないようにしていくということが大切だと考えております。動物の新聞報道ですね、多頭飼育というのがございます。そういうのもありますので、協力いただきながらですね、事業を進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。ですね、最後になりますけれどですね、皆さんのご協力を得ながらですね、動物愛護にですね、ご尽力いただければと考えておりますので、よろしくお願いします。では、橋井様、須田様、お願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。長野県の健康福祉部食品生活衛生課の認定動物衛生係の須田と申します。先ほど獣医師というのをご紹介いただいたんですけれども、今こちらに写真も同じく獣医師でございます。私たちの方で、また後でご紹介させていただくんですけれども、動物愛護管理の、動物愛護管理行政というふうに言っておりますけれども、その担っているのはほとんどが今獣医師、もちろん獣医師じゃない方も、ご尽力いただいてますけれども、
獣医師の方で担当させていただいております。では私の方から、長野県動物愛護管理推進計画についてちょっとなんか面倒くさい、いかにも行政っぽい感じの羅列があるんですけれども、どういうものかっていうのをちょっとご説明させていただきます。これを説明する理由としてはまた後でご案内してご紹介するんですけれども、これが長野県として動物愛護言ってしまう動物愛護をどういうふうに考えていくかっていうことを定めているものだから、ちょっと最初にご説明させていただきます。大体私の方が10分から20分ほどお話しさせていただいて、その後パシの方に変わらせていただくような形になっております。皆さんの方にお手元に資料を渡っているかと思います。両面刷りのこちらですね。こちら見ていただきながらでも結構ですし、前のスライドを見ていただきながら聞いていただければと思います。お願いいたします。本日のお話しする内容、本日のメニューでございます。丸1としては令和4年3月に、2番目にそもそも推進計画とは何かと、で、まず3、できること、できないこと、ちょっとどんな対応があるかを伺いますが、できること、できないこと、で、4として目指す場所ということで、この順番でお話をさせていただきます。令和4年3月に何が起きたか、令和4年3月なので、ちょうど去年のお話です。昨年度のお話です。長野県の動物愛護管理推進計画を改定いたしました。で、どんなふうに改定したかっていうと、いかにもまた行政っぽいことです。重点施策の明確化とか、あと数値目標の追加っていうような感じで書かれています。ちょっとこれについてお話しいたします。ちょっと長野県動物愛護管理推進計画って毎回言ってるのちょっと長いので、略して推進計画っていうふうにお話をします。そもそも推進計画とは何かということなんですけれども、これも動物愛護管理法っていう、私たちがもうよりどころにしている法律があるんですけれども、その法律に基づいて国が環境大臣が作る指針というものがあります。その指針に沿って各自治体が私たちはこういうふうに動物愛護を進めていきますっていうような方針を定めるっていうふうに法律で定まっております。なのでどんなものかっていうと、言ってしまえば、簡単に言ってしまえば、今後の長野県の目標を掲げる、こういうふうに推進計画をやっていって、こういうことを達成しましょうっていう目標を掲げて、それに向かって頑張っていったものを推進計画というふうに言います。目標です。で、先ほど2つお話ししました、新たに昨年度改定して重点施策を明確化、もう一つ目標を追加っていうふうにお話をしました。ちょっと順番逆になってしまうんですけれども、目標を追加しました。で、この目標の達成を目指して事業を実施していく、先ほどお話しすみません、千葉さんの方でやられている事業だとか、もうあと私たちと同じように私たちの方で県の方で事業を実施していくということをやっております。で、新たに掲げた目標、新たに追加した目標、これが令和12年度までに目標というふうにしているんですけれども、猫の返還率を 10% 以上にする。そもそも猫の返還って非常に数が少ないです。それやっぱり今マイクロチップが入ってないだとか、野良猫か誰かの飼い猫かっていうのが一切わからないとか、犬とかはもちろん狂犬病予防法っていう法律で誰の犬かとか誰が飼い主ですよっていうのはすごいよくわかるようになってるんですけれども、猫については全くそういった、法律がないので、そもそも保健所が例えば猫を捕まえたり、猫を収容したりした場合に飼い主が誰かわかんないので、多分今すみません今のパーセントわかんないんですけど 10% よりもちろん低いです。なので今後 10% をまず目安にしていくと。で、猫の引き取り数、保健所の猫の引き取り数を800頭以下にする。もちろん今の現状よりかは下げるということを目標にしています。あと防災訓練を実施する。今やっぱり猫と動物とペットと一緒に災害が起きた場合に、防災ですね、防災の時はペットと同伴で避難しましょうっていうふうに
環境省とかも推進しているんですけれども、そういったあの防災訓練というのも今後各保健所ごとで実施していこうというふうな形で目標に定めています。これ本当にごく一部で、他にも含めて、これ含めて全部で20項目ございます。ちょっと20項目バーって羅列するわけにいかないので、またあの後ほど、ご紹介するところでご確認いただければ。20項目ほどから目標として定めています。この目標を達成するために重点施策を明確化。今まではなんかこういうことを頑張っていきますよっていうふうに、まあ、ちょっとぼやけて書いていたんですけれども、新たにこれについてしっかりとやっていきましょうっていうふうに重点施策を明確化しました。は5個です。猫問題への対策、多頭飼育問題への対策、災害対策、動物取り扱い業への対応、あと動物介在活用の5種です。多分ここで皆さん一番パッとくるのがやっぱりこの丸1丸2かと思います。猫問題への対策と多頭飼育問題への対策。まあ、私たちとしてはもちろんこの5つを重点施策としているんですけれども、やはり皆さんとしては一番気になることなのかなというふうに思います。といった、まあ、推進計画とは目標を掲げて目標を達成するために重点施策を明確化しました。でそれをやっていって最終的に12年度までに目標を達成しましょう。そういった推進計画というのがあります。で、続いてできることできると題しましてお話をさせていただきます。私たちの部署ですね、先ほど健康福祉部とお話しいただきましたが、私が今いるところが長野県庁の中にある健康福祉部というところで、食品生活衛生課があるんですけれども、そこにいます。そこで何をやってるかっていうと、目標を達成するための事業を検討しています。先ほどあった目標を達成するためにどんな事業を展開していけばいいのかというところを検討して施策を立ち上げる。で、保健所、まあ、皆さん一番の関わりがあるかもしれませんけれども、保健所、現地の保健所です。まあ、ここでいうと千曲市さんだと長野保健所になるんですけれども、そういった保健所が県内10カ所ございます。で、そこで何をやっているかというと、この県が定めた事業を実施したり、県民の皆様の相談窓口、あと現地調査などが、まあ、本当に多岐にわたることをやっております。ちょっと私これ好きなんですけど、はい、すみません、などなどです、はい、で行政がもちろんやってるんですけれども、ここにいるのは、基本獣医師の他にも住民さんといって非常によく頑張っていただいている方とかいますけれども、獣医師が基本この保健所にも健康福祉部にも第一職しています。で、もちろん私たちの方で公務員として日々仕事をしていきます。それはもう間違いなく獣医師であってももちろん公務員というのが肩書きとしてあるので、公務員というのは全体の奉仕者として日々仕事をしています。で、この全体の奉仕者というのが、まあ、もちろん県民の皆様全員ということになるので、動物が好きな人もいます。また、まあ、動物が嫌いな人、もう一つ動物に無関心な人、この3名が、大体大きく分けて3種類の方いらっしゃるとして、まあ、この方々全員に対して奉仕者として日々仕事をしていると。で、そのために例えば私たちの方で、まあ、嫌いな人、好きな人、例えば好きな人に偏った考え方をしたりだとか、嫌いな人に偏った考え方をしたりとかということが、まあ、もちろん難しいという立ち位置になっています。それがやっぱり公務員としての、考え方、全体の方針として日々仕事をしているということから、皆さん、みんなにとって何がいいかというところを考えていかなきゃいけないという立ち位置にいます。そのため何が言いたいかというと、結構行政から強制的に何かをやってもらう、やらせる、取り上げる、指示をする、命令するということは本当にごくごく一部です。これはもう法律的にもそうなんですけれども、公務員としての立場からも強制できることは本当に少ないんです。でも実際困っている人、猫の被害で困っている、隣の被害、匂いが臭いとか、畑荒らされて困っている人とか、
ていう人もいらっしゃいますし、また実際の動物たちを放っておく、困っている人、困っている動物を放っておくことはできないけど、行政から強制することはできなくない。この本当にもう日々日々ここです。私がこう力強くってここなんですけれども、ここのジレンマで保健所職員としても何かしらできることないかって考えてるんですけど、法律的にもできることが少ない。かといって強制できないし、基本お願いベースになってしまう。保健所職員がお願いしかできないっていうところが強くあるんですけれども、で、じゃあどうやったら解決できるかっていうところで、やはり一つとして新たにこの地域で協力して解決する方法っていうのが最近注目を浴びています。まあ、昔からあった活動なんですけれども、昨今やっぱりすごいこの地域で協力して解決する方法っていうのが強くなってきているような気がします。で、例えばどんなことあるかっていうのは、先ほどお話があったもまさしく地域猫活動なんですけれども、まあ、それについては後ほど橋の方からお話をさせていただくんですけれども、この地域で協力して解決する方法っていうのがすごい一つの解決策として有効だと思います。で、今後長野県として、長野県の動物愛護管理行政の目指す場所はとして、人と動物が共生する社会を目指すと、どちらか片方、まあ、人だけが人だけですか、動物だけか、動物全部排除すればいいとか、まあ、そんな論外なんですけれども、人と動物が共生できる社会を目指す。で、そのためにはもちろん長野県としてもそうですし、千曲さん市町村さんとかもそうですし、千曲猫の会さんボランティア団体さんもそうですし、県民の皆さんと連携や協力をしてやっていかない限り、ここを達成することが非常に難しいということです。なので連携協力が不可欠になります。これが今後私たちが目指していきたいと思っている場所です。で、さっきお話しした推進計画です。推進計画の全容については、長野県のホームページに掲載してございます。結構50ページ、60ページになるものなので、ちょっと今回配布はしていないんですけれども、ここ、打ち込んで、パソコンに打ち込んでやるのはちょっと難しいと思うので、携帯か何かで、この UR コードを取っていただければ飛べるようになっておりますので、ぜひ皆さんの推進計画見ていただければと思います。これ、推進計画には、長野県が今までどういうふうに行政がやってきたか、例えば猫の引き取り数の増減のグラフだとか、犬の殺処分の変動とか、そういったものが書いてあります。なので気になる方とか、よくあるのが高校生とかで長野県の動物愛護管理の変わり方を発表、研究発表にしたりとか、そういった方もいらっしゃるんですけれども、基本はここの推進計画を見ていただければすごいよくわかるようになっておりますので、ぜひ。すみません、私の方からちょっと本当に推進計画の全容と公務員としての立ち位置というものをお話しさせていただきました。ありがとうございました。改めまして、こんにちは。長野県動物愛護センターから来ました橋井と申します。よろしくお願いします。動物愛護センター、お越しになったことある方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。思ったより様子言っていただいてありがとうございます。結構立派な施設なんですけれども、知名度がそんなに高くないので、ちょっと最初にですね、ご紹介も兼ねて、お話をしたいなとか、そんなことも思っております。これうちの、センターにいる猫のハマチです。触れ合い活動をしているすごく人懐っこい猫です。猫の写真を見て可愛いっていう方もいらっしゃると思いますし、って思う方もいらっしゃると思うし、ああ困ったな、見たくないなっていう方もいらっしゃると思うんです。実は私ですね、ずっと犬派でした。
子供の時犬を飼っていて、うち鳥も飼ってたんですけど、野良猫に鳥をやられたりしていて、うちの父親がもうとにかく猫が嫌いだったので、私も猫を飼うとか猫を可愛がるっていう意識がない状態で獣医師になって、実はこの猫の模様とかもね、キジトラとかなんかハチワレとか、まあ、猫好きな人だと当たり前に知ってることを私知ったのこの2年ぐらいです。動物愛護センターに行くまで、ちょっとその前店長になりとか、直接個別に対応するとか、猫に、まあ、時代的に手厚く猫に対応するっていう時代じゃない時に保健所に行ったりとかで、本当に興味がない状態でいました。だから多分今日ここにいらっしゃる方もそうですし、街を歩けば本当に猫を見るだけでいろんな感覚の方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、でそんな私なんですけれども、今日は猫に関わる皆さんに向けてということで、いくつかお話をしたいと思います。今日の内容ですね、動物愛護センターについて、それから今どきの猫の飼い方について、飼い主がいない猫について、地域猫活動についてという4項目お話ししていこうと思います。でこれ長野県動物愛護センターです。すいません、字がずれてしまっておりますけれども、小諸市の、小諸インターから7、8分かな、高台の飯縄山公園というところの上に立っておりまして、この向こうに見えるとんがり屋根が美術館、こちら動物愛護センターで、今美術館とこの動物愛護センターの間にワイナリーを作っていって3月にオープンするっていう、ちょっと変わったところに、立っております。とても風光明媚な場所でございます。でこちらですけれども、意外と年数経っておりまして、平成12年、西暦2000年なので、もうすぐ丸23年になるんですけれども、長野県、県の施設として、人と動物が共生する潤い豊かな社会を目指して設置されたものです。主な事業として、動物愛護の普及啓発、すいません、これもちょっとお手元の資料と字がずれてます。あと動物の触れ合い、犬や猫の譲渡、犬や猫の引き取りはしてないんですね。保健所で引き取られたり、保護された犬や猫の譲渡、あと地域猫活動の支援、こんなことを、やっております。この辺、触れ合い動物。で結構遠足とかでいらっしゃるお子さんもいたりとかして、触れ合い活動とか、動物の命の大切さを知ってもらうとか、犬に出会った時どういう対応したらいいかとか、そういう、動物に関する授業なども行っています。はい、で、簡単に説明、うちの施設のご紹介を済ませまして、次に今どきの猫の飼い方について、ちょっとお話ししたいと思います。でまあ、昔って言っても今も見かけないわけではないですけれども、猫ってまあ家の中にいたり外にいたり、もう外にしかいなかったり、もう基本外にいるのが普通だったと思います。で今もこういう状況やって、私個人的には迷惑をかけなければいいのかなって思う気持ち、治療して治療したりっていうこともあったりするんですけれども、やっぱりそういうのって人も猫も幸せではないんじゃないかということで、今は完全にお家の中だけで飼ってくださいということでお願いをしています。で、まあ、猫の適正使用ってよく言うんですけれども、こういう考え方で飼ってくださいねっていうお願いをしている考え方なんですけれども、今も言ったように室内で飼う、それも、ある程度適切な温度管理だとか、この真冬にね、凍るような部屋で飼っていたりするとやっぱり良くなかったり、不衛生だと良くなかったりするので、適切な環境で室内だけで、外で出さずに飼ってください。
あと万が一ね、他の猫がうちに入ってきたとか、猫が、隙間から逃げ出しちゃってっていう場合に、子供が増えてしまうということは、大変なので、こういう避妊去勢手術をしてくださいというふうにお話をしています。それからも当然なんですけれども、命が尽きるまでしっかり飼っていただく、ワクチンとかね、病気にならないような、処置をしたり、定期的な健康診断的なね、ことも、重要になってくるかと思います。あと、さっきもちょっとお話ししたんですけど、ついうっかり逃げてしまったときなんかに、所有者が分かるように迷子札とかついてないと、保護されてね、どこの猫か分からないという状態になってしまうので、所有者名示をしていただくようにお願いしています。それからさっき須田の方からも話がありました。災害対策ですね。これも今すごく重要になっています。災害対策については、チラシもちょっと今日お配りしているかと思うんですけれども、私も5年ぐらい前、県庁で担当になるまでは、なんで動物の命のために必死にならなきゃいけないんだろうと思ってたんですけれども、この災害対策、動物のためっていうより、人のためなんですね。結局、動物がいると、この子を逃げられないって言って、うちに残ってしまう方がいらっしゃる。そうすると、近隣の方とかね、消防の方とか、逃げてもらわないといけないから、危ないところに助けに行くとか、あと、一旦人だけ逃げたんだけど、動物がいるからどうしても帰らなきゃって言って、命がけで危ない崩れかかったお家に戻ってしまう。結局、動物を救わないと人も被害を受けてしまうということで、今、動物の災害対策っていうのを、しっかりしていかないと、被害拡大につながってしまうということで、重要視されているところです。それから、まあ、猫に限らずですね、動物を飼うにあたって近隣に迷惑をかけないっていうことは、やっぱり大切なことかなと思います。で、これ、うちの施設で撮ったものですね。猫を飼うにあたってですね、猫って意外と広いスペースよりも高低差があるところを好むので、まあ、こちらだったら家具の上とかだったりもするんですけども、こう上下運動ができるスペースがあるとか、きれいな水、あとご飯とトイレですね。トイレも猫って汚してしまうとそこでもうしたくなくなって他で、してしまったりするので基本的に、いつも衛生的なトイレを用意すること。で、朝出てって夕方まで帰ってこない場合は、1個じゃちょっと足りないかもしれないので2個とか3個とか置いて、トイレがいつでも使える状態にしておいてあげる。あと、まあ、爪切りとか爪研ぎとかブラシとかね、こういう必要なものを、室内に準備して買ってあげるということが今時の猫の飼い方かなということです。あと、もしものためにもということで、さっき災害対応の話しましたけれども、そういうことも含めてこういうプレートに入れる、飼い主さんが猫を捕まえてプレートに入れることができるような飼い方をしてほしいと思います。逃げようと思ったけど猫が捕まらないとかね、いつもこんな狭いところに入れられてないから入れることができないっていうと、ここだけ用意しておいてもダメなので、いざという時に入れるような、プレートの準備とプレートに入れる猫にするトレーニングですね、していただきたい。あと、マイボグだとか、マイクロチップですね、入れるっていうことも、対策になります。あと、災害の時なんか、もし用意できたとしても、避難所では、こういうスペースしか用意できなかったりします。狭いところに入ってかわいそうって思っても、多分助けてあげられないよりはずっと、いいかなと思います。こういうスペースですね、最低限のものを用意して飼ってあげられるようなトレーニングというかね、そういうところに入っても大きくストレスを感じないように普段から置いておいてね、
トイレはこの中でするとか、ご飯この中であげるとか、おやつもこの中であげるとかすると、だんだんこういう場所にも慣れていったり、あと不意に知らないお客さんが来ると逆にこういう場所の方が安心だったり、猫たちもしますので、こういうものの、ね、準備とか、そういうことも一緒に考えていただいたらいいかなと思います。はい、話が変わりまして、次は飼い主のいない猫についてお話をしたいと思います。飼い主のいない猫って何でしょうっていうことなんですけれども、野良猫、地域猫、あとよくあるのは、あ、この辺で見たことないなっていうけど、あのすぐお隣の猫だったり裏の家の猫だったりっていうこともよくあります。飼い主のいない猫って何なんでしょうっていうことなんですけれども、誰が判断するんでしょう。野良猫に餌をあげてるだけだから飼い主なんていないよっていう話を聞いたりすることもあります。と、知らないうち猫が庭で生まれててさみたいな話も聞いたりします。こういうのって誰か飼い主がいるのかなとか、あ、野良猫なんだよっていうのか、餌くれてる人がいるか、あの人の猫だよっていうのか、その辺の判断って実はもう人それぞれなんですよね。あの責任の所在っていうのがすごく分かりにくいのが猫です。今犬の場合は長野県でほとんどね、あの外でフラフラしてる犬ってほぼいなくなってるので、誰かの飼い犬っていう感じなんですけど、猫の場合は判断ってすごく難しいなと思っています。で、保健所にね苦情があった時なんかも、餌をやってる人がいればその方にちょっとご相談したりとか、地域のね、あの自治会長さんとかにあの迷惑してるっていう声があるんだけれども、誰がお世話してる人がいるか知らないですかっていうお話をしたりとかするんですけど、本当にこの判断ですね、誰の飼い猫か、誰が責任を持たなきゃいけないのかっていうのが難しいのが猫です。まあ、外で飼っている猫とか野良猫とか飼い主がはっきりしない猫の困りごとっていうと、一番はやっぱり庭や畑に封印をされるっていう話があります。あとどっかで増えちゃって餌とかね、排泄物の匂いがひどいんだとか、特にあの盛りがついているとみんな鳴き声がうるさくってとか、喧嘩してる声がよく聞こえるとかね、あと車を傷つけられるっていう苦情も実はすごく多いです。あとはやっぱり自宅の敷地内で急に子猫を生まれちゃってどうしたらいいんだっていう相談も、たくさんあります。これをね、誰がどうしてくれるかっていう問題なんですよね。あの誰かの飼い猫だったらその人を飼ってる人がこの辺を保証してくれればいいんですけれども、本当に猫ってそこが判断が難しいので、頭を抱えるところです。で、さっきつらの話にもありましたけど、行政で法的にできること、よくあの電話かかってくるのは困ってるか捕まえて処分してくれって言ったりしますね。苦情のおっしゃる方は保健所に電話するぐらい頭に来てますから。あとはあのかわいそうだからちょっと保護して新しい飼い主さん探してくれないかとも言われます。これできないんですよね。で、犬の場合は、狂犬病予防法っていうのがあって、飼い主さんがはっきりしない犬を捕獲しなきゃいけないっていう法律があるので、あのするんですけども、猫はそういう強い法律がないのと、さっき言ったように犬と違ってあの飼い主がいるかいないかの判断が難しいので、誰かが外に出しているだけの猫だとしたら保護して他の飼い主さんに渡したらもう窃盗ですよね。あの人の持ち物を勝手に他の人に渡してしまう。でそういうことはもうもちろんできないので、こういうことは行政でできません。あと法的に住民の方ができることということなんですけど、
今同じ感じで猫を捕まえて処分、自分たちで捕まえたから処分してくれとか、何にもやってくれないんだったら毒餌撒いていいかっていうのも私も3回くらい言われたことがあります。あの捕まえて川に流していいかとか、あのネズミの毒餌だったら手に入るから撒いていいかとか、もちろんですけどもできませんね。さっきも言ってたあの動物愛護管理法の違反で、虐待として罰則があります。これはやっぱりあの行政だろうと住民だろうとできないということになります。じゃあどうすればいいの、こんなに困ってるのにっていうことで、一つお示ししたいのは、あのすごくあのささやかな方法ではあるんですけれども、猫が敷地内、お庭とかに入らない方法ですね。これはあの神奈川県動物愛護協会の黒田先生が、考案された資料なんですけれども、こういうものを、巻いておくと入らないとか、入りにくいとか言われます。ただあのこの前もネットでこのトゲ状のシートの上にすごくのどかな顔で日向ぼっこしている猫の写真が出てました。あの猫によっては、嫌いかもしれないけど、一部の猫には全く効かないっていうこともあります。あと最初は効果があったんだけれども、だんだん効果がなくなったっていうこともあるので、黒沢先生曰くいろんなものを試して効果があるものを何回かこう順繰りに試して少しずつ対策していくしかないかなっていうことをおっしゃってました。長野県のホームページにもですね、あのこの情報載ってますので、詳しいことね、具体的にどうするんだっていうことを、知りたい方は、ホームページの方も参考にしていただければと思います。で、まあ困るんだけれども、猫一匹だったら多分そんなに困る人いないんです。でもやっぱり猫増えるんですよね、すごい勢いで。なので困ってしまうということで、どうして猫が増えるのでしょうということなんですが、さっきも言った自然の設備に従いが増えるので、対抗策として手術っていうのはあるんですけれども、手術をしてない。あとは食べ物があるんですよね。食べ物が全くなかったら、多分猫はそこでは増えられなくて、栄養がなくて、亡くなってしまうか、食べ物がある地域に移っていきます。でもそこで増えるってことは、何らかの食べ物があるんですよね。あとは物理的に手術してあって、もう誰かが捨てていくとか、周りの地域から入ってくれば、やっぱり増えてしまいます。あとは居心地の良い場所がある。さっきも室内で買うときに、あの適温を保ってくださいと言ったんですけども、本当に場所がなかったら隠れる場所もない、温まる暖を取る場所もないってなったら、猫はあのそこまで強くないので亡くなってしまうと思うんですけれども、雨風をギリギリでもしのげるような場所があるとかね、そういうことになると、ある程度は生き延びていきます。で、少し暖かい時期になってくると、また発情が来て、子猫が生まれてっていうようなことになってきます。あと最近言われるのは、この天敵がいないっていうやつですね。あの今、害獣駆除って多くなってきていたり、人間の住んでるところと野生動物の住んでる地域が分かれてるからっていう話も聞くんですけど、あのもう一個の説として野良犬がいなくなったっていうのも聞きますね。あの犬がみんなつながれてたり家の中で飼われてると、もう猫としては天下を取れるということで、いろんな野生動物も飼ってる動物も含めて天敵が本当に減ったということも、一つと言われています。あとは見えてないけど誰かがお世話をしている、これが実際結構多いのかなと思います。結局誰かがお世話をしていれば、手術をしないままお世話をしていると食べ物もある、増える、風、雨、避けられる場所がある、そりゃ増えますよねっていうことだと思います。
ね、困りごとをなくすためにさっきあの強行的なことはできませんよってお話ししたんですけれども、もう猫が増えないようにするにはやっぱり手術しかないと思います。それから猫を手術って増えないけれども減りはしないんですよね。その場では猫を減らすには保護して譲渡するっていう活動をしていかないと目に見えた減り方はしないと思います。もちろん寿命が来て、ね、減ることはありますけれども、それを加速させるにはやっぱりこういうことが必要になってくるのかな。あと、数自体どうにもならないけど困りごとさえ減ってくれればいいっていうのはさっき示したような自己防衛でお庭に何か対策をしていただくとかそういうことになるのかなと思います。あとは猫が増えやすい要因をなくすっていうのは環境整備ですね。あの例えばゴミの出し方であったりとか、隙間が空いててね、あの猫が入ってしまうような納屋とか倉庫とかそういうところをなくすとか、そういうね環境の整備によっても、ね、猫が増えやすい要因っていうのはある程度は減らせるのかなと。ふわっとしたことになってしまうんですけれども対策としては基本こういうことなのかなと思います。でそこで、まあ、あの今よく言われている地域活動について地域猫活動についてですね、ちょっとお話を進めていきたいと思います。で地域猫活動っていう言葉はよく聞くようになって関わっている方もすごく増えてはきたんですけれども地域猫活動、今ネットの記事とかコメント欄とか見てもすごく誤解が多いですね。あ、戻っちゃった。あの避妊去勢手術をすれば地域猫なんだろうとか、こうやって耳がカットしてあれば地域猫なんだろうとか、逆にあのちょっと一部たまに見かけるのが耳カットしてあれば外で飼っていいんだろうっていう持論を持っている方もいらっしゃったりします。手術はしてなくてもねうち耳カットしてあるから外に出してるんだという話を聞いたりすることもあります。あと外で飼ってる猫が地域猫なんだろう地域猫ばっかり増えて困ってるわっていう話も聞いたりします。だから外で餌をやってるから地域猫が増えて困ってるとか地域猫のせいで迷惑してるっていう話になることが往々にしてあります。でも本来の地域猫活動と言われるものさっきあの猫の困りごとのいろんなものを、庭にまくとこういう効果がありますよみたいな話した時の神奈川県の黒沢先生という方が考案したこの地域猫活動なんですけれどもその先生曰く、飼い主のいない猫のいる地域の住民が主体となって手術や餌やり掃除などのルールを決めて管理してトラブルを減らす、環境活動だっていうふうにおっしゃいます。地域の環境問題動物愛護じゃなくて地域の環境問題と捉えて住民のトラブルを解決することが目的の活動なんだよっていうことなんです。だからさっきの地域猫が増えて困ってるなんていうのは本来の地域猫活動ではありえないことなんですね。でも地域猫活動がうまくいかないっていうお声いろいろ聞きます、その場合はおそらく本来の趣旨が納得されていないんじゃないかと思います。地域住民が地域猫活動の内容を正しく理解しているのかなと餌やトイレの管理、ルールを作ってって言ってたけど、ちゃんとルール守られているのかな。地域猫、個体ごとに把握しなきゃいけないんだけど、ざっくりこの辺に何十匹みたいなことはなんとなく思ってても、30が50に増えちゃったなみたいな感じで、どの猫が入ってきた、どの猫が生まれて、どの猫が手術してあるとか、そういった個体把握ってできてるの。屋外で猫を飼っている住民が多い地域猫とそうじゃ
ない猫に混ざったっていうんじゃないかなとか、地域住民が主体となってなかったり、一部の関係者だけが関わっていて全体が理解されてないんじゃないかなとか、新たな捨て猫が増えてるんじゃないかなとか、何かの問題があるんだと思います。ちょっと繰り返しになりますが、本体の地域猫であれば手術がしてあって、餌やトイレを住民が管理していて、なんか餌を出しっぱなしもしてないから餌が去って匂いが出てくるみたいなこともないし、トイレもいつも衛生的に保ってるから、お気に入りのトイレを使ってるから、庭や畑でする頻度も下がってくるはずだし、こういうことを地域の住民が理解してるはずだしってなってれば、猫は本当のところは増えることなく徐々にリスが減っていく。あと猫の数が一気にいなくならないけれども、環境被害は、激減する。地域からの苦情も減る。本来の地域猫であればこうなるはずなんです。でここでもう一個ね、地域猫活動でよく、お話が出てくる PNR という言葉がありますね。まあ、日本語で言うと捕獲と手術と戻す、その場所に戻すっていう活動が PNR なんですけれども、これは、さっき地域猫活動で環境活動だっていう話しましたけれども、こちら PNR は基本的には猫の数を減らすことを目的として捕獲して手術をして元の場所に戻す活動になります。だから PNR をしたから地域猫が出来上がって地域猫活動がうまくいくわけではないです。で、ここに地域猫活動と PNR の違いを示ししてあります。もしかしたら手元の資料の方が字の大きさ見やすいかもしれません。主な目的、 PNR の場合は野良猫を増やさないようにすること、主体となるのがこちらは住民以外でも可能なんです。基本単発的な活動なんですよね。まあ、定期的に繰り返しということはあるけれども、毎日面倒を見るというような活動ではない。必要なことは捕獲して手術して元に戻す。でメリットは少人数ですぐに実行できることです。ある程度その地域の飼い猫を家庭手術しちゃいけないので、ある程度の準備は必要だけれども、継続的なんかのルールを作るということではない。すぐ実行できる。デメリットとしては環境問題はやっぱり減りにくい。あと手術してしばらくすると手術してない猫がまた増えてしまうっていうことがあります。ただPNR はじゃあダメだよということではもちろんなくて、おすすめできる地域としては、今すぐ早く猫をどうにかしたい、猫を減らしたいっていう地域は、猫は増えなきゃいいんだ、環境被害はそんなにこの辺気にならないんだっていう地域、人口密度が低い山間部とか猫にとっても理解がある地域であれば、早く猫を減らすっていう意味ではすごく効果的な方法だとは思います。ただ他から猫をどんどん追加されちゃうとこれはちょっとうまくいかなくなりますけれども、こういうところが TNR の特徴です。で地域猫活動は、さっきも言った住民が主体となって猫によるトラブルを減らすというのが目的で、主体となってくるのは住民、継続的で長期的な、もう自分の命が尽きるまできっとやってるんだろうなみたいな活動になります。でやることっていうのはこの PNR プラス適切な飼育管理の継続になります。ただ環境整備をしたりするので、フンだとか餌やりによるトラブルは減る。どの猫に手術がしてあって、どの猫が手術してないとか、新しく入ってきたぞっていうのも把握してるはずなので、猫が入ってきたらすぐ手術をするっていうことになるので、猫が増え
生まれてくれるってことはなくなる。ただデメリットとしては住民の理解を得てからスタートするので、事故までに時間がかかってしまうというデメリットがあります。こちらの地域猫活動がおすすめの地域は、猫による環境被害によって住民トラブルに発展している地域ですね。こういうところは環境問題さえなくなれば、憎かった猫も、ああもう最近はそんなに気にならないなってなってくれればいいなっていうような地域でおすすめかなと思います。で、地域猫活動、じゃあどうやるのっていう話なんですけれども、今日ね、千曲市の団体さんで千曲市の団体という形になっているので、でなんですけれども、千曲市以外の方もいる想定でちょっとお話をします。どうやるのって思った時に、誰に相談したらいいかとか、どうやって進めるのとか、誰が協力してくれるか、みんなどうしたら理解してくれるかなとか、そもそも手術ってどうやって捕まえるの、どこで手術したらいい、手術の費用はずっとやってお世話していく餌代とかどうするんだろうなとか、みんなにどうやってお知らせして相談したらいいのかしらとかいう、お悩みが当然出てくるかなと思います。で、相談先なんですけれども、一番最初にちょっと言い訳というか書いておきますけど、地域によって状況が異なりますので、どの地域にもこのまま当てはまるかどうかは、ちょっとその地域地域で調べてみないとわからないですけど、基本的に地域活動、猫活動全般どういう活動なのみたいなこととか、どうやって進めるのが普通なのみたいなことは保健所に聞いてもらっていいのかなと思います。あと地域での、周知だとか手術の補助、人増しの助成金みたいなね、そういうことについてはやっぱり市町村とか自治会とかでしっかり話を聞いていただく必要があるのかな。あと猫をどうやって捕まえるのとか、手術とかどうやって進めればいいのみたいなことは、やっぱり筑波猫の会さんみたいな団体さんよくご存知だったり、それだったら高校のボランティアさんがね、ノウハウは、よくご存じだったりします。あと、手術についても、地域によっても違うんですけれども、本当に手術自体の、ことについては動物病院さんかなと思います。こういうところが、市町村によってはね、もうルール化されていて、市町村と団体さんが、タッグを組んで進めていて、動物病院もここでこういうふうにできるよみたいなノウハウを知っているところもあれば、市町村によっては助成金の制度もないし、地域猫活動なんてうちちょっとやってないなっていうところもまだまだあったりします。保健所などと相談しながら確認をしていただきたいと思います。実はですね、今日リーフレットを4枚配っていただいている、私は県庁にいるときに作ったリーフレットで、地域猫活動を始めませんかとか、猫の室内使用のすすめとか、災害対策とか持ってきてるんですけど、これ作ったとき、77市町村にこれ全部印刷して必要な部数差し上げます。無料で差し上げます。ただ、この裏のね、市町村と保健所の名前入れるところだけ自分とこのコピー機で印刷してもらえれば差し上げますって言ってやったんです。今も配布してるんで、今日保健所と長野保健所と千曲さんの連名で、配っていただいてるんですけれども、じゃあ5000枚くださいとか、実際村だけど全部配布したいから8000枚くださいとかいうところもあれば、うちの考えと違うのでいりませんっていう市町村も結構な割合でありました。あ、違うんだ考え方って思って、ちょっとうんってなった記憶があるんですけれども、そのぐらいやっぱり場所場所でまだ考え方に違いがあるので、よく地域の実情を踏まえた上で、ね、
ご相談していただければと思います。はい、ということで、最後にもう一回2個出してみました。これもふれあい猫のウニとシシャモとハマチ海産物トリオなんですけれども、動物愛護センター猫のふれあいなどもやっています。猫やっぱり、まあ、興味あまりなかったんですって言ってた私も一緒に、仕事していると当然やっぱり可愛いし、まあ、癒されるなと思います、猫で困っている方が猫を好きになることはなかなか難しいかもしれないんですけれども、まんざらでもないなって思えるような世の中になるといいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。会場の中でご質問のある方、2、3名ほど受付をさせていただきたいと思います。マイクをお持ちしますので、挙手をお願いいたします。今日は非常にいろんな話をいただいて、私は、隣の榊町で動物病院をやっております、串田と申します。平川さん、それから坂口会長、それから、橋さん、須田さん、ありがとうございました。先ほど、石井さんですね、率直な意見というか、まあ、動物愛護という猫の地域活動というよりかは、実際に現場で非常にお困りになっている方の意見、まあ、これをどう考えていくか、非常に悩ましい問題だ。聞いてたんですけど、まあ、石井さんももっといっぱい言いたいことがあるんだと思います。ただ、僕は、まあ、こういう立場で動物病院というか獣医師として実際に、まあ、治療とか不妊去勢に携わっているものとして常々考えてきたのが、まあ、犬のいわゆる野良犬ですね。昔は野良犬って、僕は東京生まれ育ちなんですけど、まあ、校庭に行くと必ず小学校の頃、野良犬がいて、でそういう時代が得て、今はもう全然ないわけですね。まあ、ちょっと回りくどい話になりますけど、今の問題っていうのは、一番大きな問題っていうのは、俯瞰して考えると、お金がないっていうことだと思います。お金と人手ですね。その元一等始めっていうのは石井さんもおっしゃってた法律がないからできるできないじゃなくて法律がないことの問題だと思います。要するに動物愛護管理法っていうのがだんだん毎年まあ年ごとに改正されてますけど、犬がこれだけ野良犬がなくなった、きちんと管理できるようになったというのは、狂犬病予防法というのがあって、すべての飼い主さんは、登録をして狂犬病の注射をするというのが義務になった。そうすると当然これが出てきます。で、それに従わない人は罰則があります。ところが猫の場合はそれ全くない状況。それがもう何十年も続いていた。で、やはりその法律的な根拠、礎っていうのがあって、そこに財源ができて、最終的にこういう活動も財源があると、人手もあると。そのお金が自治体にも回って、皆さんの活動もやりやすくなる。最終的にはこれを目指さないと、ここでいろいろ議論してもなかなか解決がつかない問題が出てくると思うんですね。だから現場のその問題をどう解決するかというのはここで、で一方ではやはり最終的には私たち獣医師もそうですし、地域猫活動をやってらっしゃる方もそうですし、まあ、自治体の人たちもそうですし、最終的には、猫も犬と同じような
管理法みたいな、犬も猫も一緒にしたその法律、猫も登録制にする、それから登録を更新する、それにあたってちゃんとお金を払う、マイクロチップを入れる、そうすると財源ができます。財源ができればいろんな問題が解決してきます。そういう部分で僕は常に考えていますけど、やはり、まあ、あの市政の一獣医師ですので、なかなか、まあ、獣医師会の集まりの時に長野県獣医師会の会長さんにそういうことを言ったりしますけど、まあ、実際にお金儲けすることは非常に長けてますけど、そういうところは全く関係ないと、関心がないというのは率直に言うと現状です。やはり皆さんのやっぱりそういう、こう実際に活動してらっしゃる皆さんが声を上げると、あるいは橋井さんも須田さんも石田さんの意見を聞いて、実際にはいろいろやりたいんだけど公民としてできることできないと、そういう部分で解決をつかないので、そこが随分解決つくんじゃないかなと、そういう方向でやっぱり皆さんそれぞれの立場で最終的に目標っていうのは何なのかということで考えるのが僕は必要なんじゃないかなと思ってます。やっぱりあの、まあ、あの現場と合わせて最終的に解決目標は何なのかと、僕自身は繰り返しになりますけど、まあ、猫も一緒に犬と同じ形での効率的な部分、それを最終的に運動として現場の人たちが目指していくっていうのが一番大事なことになるかな、そういうふうに思ってます。すみません、長くなりました。貴重なご意見ありがとうございました。あの、私がさっきお話しした法律に基づいてできることできないことがあるということをお伝えしました。それは決してマイナス的な意味じゃなくて、できることはなるべくやりたいというふうには思っています。ちょっとすいません、いろいろ考えながら話さなきゃいけないと難しいところあるんですけど、さっき石井様お話になっていただいた、その長野保健所にご相談いただいて、ちょっとあのひどい対応だったというところが、こちらとしても変えなきゃいけないことだとは思っています。すみません、すみません、ちょっと慣れてない。やりたいことはあるんですけど、こう、まあ、言っていただいた財源のお話もそうですし、まあ、あと法律の話もそうなんですけど、最終的には、まあ、猫がみんな屋内で飼っていただいて誰にも迷惑かけないようになればいいなと思うんですけど、そこに財源を投資するってちょっと生々しい話なんですけど、財源を投資するとかそれ以前に、そういうふうに私たちの方で強制的に何かをやるっていうことが、おっしゃったように法律の整備ができてないから、私たちもそこの強制ができない。ただそういう管理をしている、例えば自分の猫なのに他人に迷惑をかけてるっていうのは、そこはもうそれは法律、動物愛護管理法的にしっかりと他人に迷惑かけちゃいけないっていうのは当たり前のことなので、保健所からその飼い主に対して法律に基づいて指導っていうのは、あの、何でもできます。地域のみんなが本当に困っている状況なのに、その人が全く反省の色を見せずに、保健所の指導も全く従わないで一切構わずにやってるってなったら、それは法的にも保健所の方からあれやれこれやれっていうふうに指導することは絶対しっかりできますので、ちょっとそこまたぜひ石井様には、あの、長野保健所の方に冷たく対応されてしまったということなんですけど、もう一度お話ぜひいただければと思うんです。ただ、さっき今一番問題になるのが、
飼い主がいないっていう風になってしまっている猫、その本当にそこら辺にいる猫について、あの困ってらっしゃるっていうのはすごいよくわかるんです。でこちらとしても、そのただ餌をあげてる人だけであっても、そういう風に困ってる人がいるから、もっと飼い方考えてよっていう風に伝えることはいくらでもできるんですけど、どうしてもお願いケースになって、あのすいません、ちょっと心が落ち着かないものでそうですね。大変貴重なご意見をありがとうございました。大変申し訳ありませんが、お時間となりましたので、ここで質問を締め切らせていただきます。ご質問のある方はぜひまた情報交換会にてご出席ください。橋井様、須田様、ありがとうございました。拍手をお願いいたします。続きまして、前阿弥陀宮区区長鎌田幸男様より辞令発表、千曲市内の地域猫活動としてのお話をいただきます。はじめに平田より鎌田様のご紹介をさせていただきます。ただいま切り替えの最中に鎌田様のご紹介をさせていただきます。そちらにいらっしゃいます鎌田様は、令和3年度に阿弥陀宮区長に就かれたおり、住民より猫の繁殖について相談を受けられました。猫の問題を個人の問題と捉える方が多い中で、とある住民だけが猫の繁殖をしないように実費で手術を行う、行き場のない子猫を保護し育てて譲渡されていることを聞き、区として飼い主のいない猫の問題を取り上げようと考えられました。事前の打ち合わせから住民説明会と準備を重ね、取り組み当日は住民参加のもとに20匹近い猫の婦人科手術を行いました。我が町、我がこと、猫も区の一員であるというお言葉に私たちも感銘を受けました。今回は千曲市内の事例として阿弥陀宮区の取り組みをお話しいただきます。準備が整い次第始めたいと思いますので、鎌田様お願いいたします。流しますか、まだ、ま、あの流してたら流して、あ、いいですかね。この3枚やったら、あ、分かりました。あの、あっちの部屋にいるので、あの合図してもらえれば、後ろの部屋にいるので、
じゃあ流してますかね。ちょっとこの間に。ちょっと待って、ね。すいませんね。あの機械音痴なの。また USB メモリあるので、このデータをさっきのパソコンに移して。大丈夫だと、ちょっと待って、ね。ごめんなさいね。もう一回やり直す。ちょっとね、日頃の行いが悪いんだと思うんですよ。これもちょっと別だ。出ましたね。スライドショーを着て、最初から。調子悪いですね。これもおかしいよね。さっきのパソコンと切り替えますかね。あの、US、メモリあるので、こういうデータ入れて、さっきのパソコンに入れれば。いけると思うんですか。いいですか。はいはい。すみません、あの、雨の宮区、去年あの、区長をやらせていただいた金田と申します。私はあの、去年あの、ちくま猫の会の皆さんや、あの、市の環境課の方に本当にお世話になったので、何か少しでも、あの、恩返しができればと、そういう気持ちで今日はあの来させていただきました。なんか少し役に立つことがあのできればいいんですが、よろしくお願いいたします。とですね、思うように出てくれないんですけど、ですね、じゃあ、あの、じゃあ先にあのテレビ新集であの取材していただいたのがあるので、それを見てください。私、なんとかちゃんと動くようにこれからしたいと思います。すいませんね。じゃあ、お願いいたします。鳴き声やおしっこなど、野良猫の問題を地域ぐるみで改善しようと、千曲市である取り組みが行われました。むやみに保健所送りにせず、繁殖しない状態にして元の環境に猫を返すという方法です。ちょっとね、日が西に傾く午後3時、風は冷たいが、3匹は元気に動き回っている。千曲市にある神社の境内、夕暮れが近づく時間帯から猫の活動は活発になるという。大丈夫か。大丈夫。用意されたのは金属製の捕獲器、野良猫を捕まえるためのものだ。地元住民と猫の保護活動に取り組む団体がこの日共同で捕獲器を仕掛けるのだ。これを踏むと、あ、こことここを置いたんですね。半径150メートルほどの範囲に計18箇所、住民が手分けして仕掛ける。家の軒下や物置、倉庫の周りなど、いわゆる猫の通り道と呼ばれる場所だ。すると間もなく、閉じました。奥のフィルターを踏んだところで閉じました。飼い主のいない猫が目につけ始めたのはここ1年ほどだという。去年の春から秋までに子猫20匹ぐらい入れたんです。え、子猫だけで。子猫、それで市役所に電話しちゃったんです。空き家があったりするとね、そこで踏んで、空き家が多くなったもんでね。猫の数が増えるにつれ、糞や尿の臭いに悩む住民が増え、繁殖の時期にはオスとメスが呼び合う鳴き声が騒音にもなる。
地域では去年のうちから対策を試行錯誤してきた。猫のためにもね、無駄に命捨てるようなことないようにね、まあ、捕まえて、必要なことをしてまた話してやれれば、それで、まあ、地域として、ね、見ててやれればいいんではないかと思います。猫を捕らえ不妊処置をして元の環境に返す、頭文字を取って TNR と呼ばれるこの活動は、地域住民と専門知識を持つグループ、自治体が共同で行うもので、獣医師による避妊・去勢手術を施すことで無秩序な繁殖を防ぐことができる。手術費用の一部は自治体が補助し、残りの分を地域が負担するという仕組みだ。今回の取り組みをサポートする千曲猫の会の代表、平田さとみさんも自身の苦い経験がベースにあるという。実はまあ、うちの家族が、まあ、猫、野良猫に、まあ、餌を与えてしまって、やはり、まあ、かわいそうっていうきっかけだったんですけれども、それがやはり繁殖をしてしまったり、ご近所の方には糞尿の被害を与えてしまって、まあ、非常に、まあ、ご迷惑をかけてしまったんですけれども、開けてみるとそうことで悩んでいる方が非常に多いということが分かりまして、ぜひこれは、まあ、グループとして皆さんをお助けしたいっていう気持ちで始めた。次々と捕獲器にかかる猫、仕掛け始めて1時間ほどで6匹が捕獲器に入った。一晩であとどれくらい捕獲できるか。翌朝、仕掛けた18箇所のうち14箇所に猫がかかっていた。計14匹。現場に横付けされたのは、車内で動物の手術ができる移動手術カーだ。麻酔が効いて昏睡状態になると、1匹ずつ体重を測って車内の手術台へと運ばれる。外で生きるのって相当過酷なので、でこのまたこれで手術終わって明日になれば少なくとも 外でまた生活していかなきゃいけないですから。県内に1台しかない手術カーで各地を飛び回る獣医師の松木真健さん。長野市を拠点に県内全域、時には新潟県にまで手術に出向くという。発情が来る前に行うことでほぼ 100% 抑えることができます。性格も発情前に行うことで割と子供のままの性格で大人になれる、だから可愛らしいまんまの性格のままで大人になれますので。生後半年経てばメスは妊娠出産できる体になる。猫の繁殖期は春と秋の年に2回で、1回に出産する数は平均で6匹。生まれた半分がメスの場合、親が産んだ子が年に2回出産すると仮定すれば、1年で79匹に増える計算になる。発情しなくなれば匂いをつける行動が減り、大きな鳴き声も立てない穏やかな性格になるという。自分の責任で飼い始めたことなんですから、まずその譲渡先をしっかり探していただくっていうことが大事。譲渡先を探すためのツールがないっていうことであれば、ボランティアさんであるとか行政の方でもそのお手伝いすることはいくらでもできるので、とにかくもし困ったらやっぱ相談されるっていうことですよね。手術を終えた14匹は一晩建物内で様子を見た後、体調に異変がなければ再び地域に返される。繁殖しない猫を一代限りの命として住民の皆様に適正な形で見守っていただいて、まあ、生涯を終える、まあ、やがては、まあ、寂しいですけれども猫が減っていくという形で課題解決をしていく。飼い主を失った猫をどう見守り生かしていくか、人と地域の知恵が問われている。トラック
僕は毎日走ってる、コンビニにもやってくる。なんかちっちゃいな。では、どんなふうに届くんだかということをこれから発表させていただきたいと思います。ですね、最初に地域の人が市役所に、さっき言ってた人ですが、通報をいたしまして、市役所の方から、一昨その前の年ってことですけどね、10月1日の日に私の方にこういうことがあるぞという連絡をいただきまして、10月3日の日にその連絡をしてくれた人と一緒に見て回りました。それで何とかしなきゃいけないということで、市役所の環境課に行って相談をしましたところ、ちくま猫の会というありがたい会があるぞと、なんとか市役所の環境の課の方、それから地域と一緒にやっていけばなんとかなりそうだという感じで話をしていただきました。それで実際10月6日の日に、市役所の環境課の方、それからちくま猫の会の方も来ていただいて、一緒に見て実態といいますかね、状況を共通化するといいますか、こんな状態だということを共通認識が得られたと思うんですが、それを10月6日にしまして、で何とかしなきゃいけないということを区全体で取り組みたいと思いましたので、区の会議にかける必要がありますので、その前にこうやってこうやってこうやったらできるぞと、そういうふうにある程度こう自信持って言わないとまずいので、事前の打ち合わせ会をまたちくま猫の会、それから市役所の人、それから地域の猫を大事にされている方って言いますかね、通報してくださった人とか一緒になって対策の会議をしまして、区の常任会にかけました。まあそれでみんなでやりましょうということで、その地域の人、それから区の組織も全部使った形で の全体会議を12月23日に行いました。で本当はもう少し早く実際やる予定だったんですが、もう都合があって実際に捕獲して手術をして解放するということは2月の4日から6日にかけてやることができました。で私は元来怠け者でしてダメな人間なんですが、何とかしてやらなきゃいけない地方にどうして自分がこう思えたかといいますと、まあ、単純に言われてしまったからっていうのが一つなんですが、その言ってくれた人、通報した人っていうのはまあいい人って言いますかね、私が区長の時にプラスチックごみやなんかのところに納豆がこうきれいにしないようなやつが捨ててあったのを一緒にこう2人でこう取り出して、プラスチックごみが置いてかれちゃうようなことないようにっていうようなことを2度ぐらいかな、その人は一緒にやってくださったような人で、まあ、そんな人の言うことを聞かなきゃいけないということもありましたし、市役所の方から私に連絡をくれた人っていうのは地域共同課で雨の宮の担当の人で、いつも市役所にいろいろなこう要望に行くんですが、その時はその人を介して担当の課を回っていただいたりとか、担当の人をそこに呼んできていただいたりとか、地域の立場になって一緒に交渉してもらったりとか、とても世話になっている人なので、その人たちの言うことを聞かないということはとても人道上許されない状態でということだったんです。で実際に現状を見て、その時はさっき言ったおっしゃってたんですが、まだ子猫でそういうのがいっぱいいました。さっき20匹ぐらいって言ったんですが、まあ本当は18匹だったんだと思うんですが、全部やると、まあ、それいました。でこの子たちをほっとくことはできないという思いがしまして、やっぱ猫可愛いですからね、見てね。
それがですが、さあそんなこと言っても私が強制手術ができるわけじゃないし、猫を取っ捕まえてくることができるわけじゃないので、とても一人じゃどうにもならない。その区の役員集めたところでもどうにもならないわけですよね。で、さっき話したように市役所の方から千曲猫の会っていうありがたい会があるぞということで、そこで今までそのさっき11月の会議とかありましたが、そういうところを経てこれだったらなんとかできそうだという思いになりました。それからちょっとあんまり本当は言いたくないんですけど、私子供の時に母親から猫を捨ててこいと言われまして、段ボールに入れて橋の上から川へぽちゃんと流してしまったことがありまして、その時に子猫がニャーゴニャーゴと泣きながら流れてきました。私どっかへちょっとこう基地のとこへこうついてこうポンと逃げていってくれればいいなとか思ったんですが、その泣き声がこうね、今も何かこう頭の中によみがえるようで、なんかそのことについてもちょっと罪滅ぼしが少しはできるかなと、そんなようなことも思いました。で、実際さっきテレビ新書さんでやったものを流していただいたんですが、実際やることできたんですが、それはどうしてできたかと言いますと、その単純にみんなの協力のおかげだ、一人じゃとてもできないことで当たり前なんですが、で自分で考えたんですが、さっき行政がとか地域がとかいろいろ言ってましたが、地域の問題は地域の問題でしょうと、主体的に捉えて自分たちで何とかしていくんだと、そういう思いが一番基盤になるんだと思いました。でだからできるだけ地域にある組織だとか関係するって言いますかね、直接そこに住んでいる住民の人とか、それから猫を大事にしてくださっている人とか、そういう人たち中心になってでできることはしていこうと、こんなふうに思いました。その次っていうと、やっぱしさっきも問題になってたけど、ボランティアグループが何とかするっていう話じゃなくて、本当の住民と、その次はやっぱ行政の仕事なんだろうと。でそんなこと言っても行政の人が猫捕まえてきて強制施設できるわけでもないし、この2つがあったところでも何も動けないっていうのが実情ですので、こう千曲猫の会の人たちが足りないところをみんな埋めてくださる、そんなような私は思いました。それでその千曲猫の会の中に、中じゃないですけれども、その獣医師の方みんなすごい献身的な獣医師の方がいらっしゃいまして、そういうものを一緒になったところで初めてできるもんだと、そういうふうに思いました。それでですね、ちくま猫の会の人はその松木先生、さっき映ってましたが、との連絡調整とかそういうことを全てやってくださいましたし、手術の時手術用具を洗ったりとかそういうことがあるんですが、そういうことをちくま猫の会の人はみんなやってくださいました。それから捕獲器の用具を貸していただいたりとか、捕獲用の餌もどういうのがいいのが食いつくか私もよくわからないので、そういうのを用意していただいたりとか、中に好きでチュールチュールちゃんチュールっつって、これがいいんだよなんて言って持ってきた猫の好きな人もいたんですが、そういうようなこともしていただいたり、それから我々は繁殖期がいつでとか、1回6匹産んでそれがこう1年経つとえらいことになっちゃうとか、そういう知識もあまりないんですが、そういう知識だとかそういう情報だとか、今までこういうふうにやってきたところもありますよみたいなことも含めて教えていただきました。で市役所 の環境課の人は具体的にやっていただいたのは猫の会との連絡とか調整とかっていうこともあったんですが、一番は区としてはありがたいのは交付金がいただけると。例えば6600円1匹かかるんですが、メスの場合だったら5500円
が補助金出て1100円だけあの区のほど納めればなんとかなると、まあそういうこともありましてありがたいなと。それでその交付金を得るための書類が必要なんですけれども、その書類の用意とか、まあ一棟一棟こう書類を作ってこうやらなきゃいけないんですが、そんなことはあの我々じゃ面倒くさくてとてもできない感じがするんですけれども、そういう書類の用意だとか、あの捕獲器を据える時にどこへ据えたか分かるようにその地図にこうプロットできるような地図を用意するとか、そういうようなことをあの環境課の方はしてくださいました。あとただ黒字になってるのはあの一緒にやってもらったことで、あの実情の把握だとか会議に出てもらったりとか、まあ本当にいろいろご迷惑をかけたりとかそういうふうに思うんですが、あのみんな嫌がらずにあのニコニコしてやってくださって本当にあの私はありがたかったと思っております。まあ区の方で独自で動いたっていうのはあの会議をやることとか、それからあの全体が動けるような全体の小さいあの細密な計画を立てるとか、それから地域の人にあの実情を知っていかなければいけないので、何回かあの区報っていうような形で今こんな状態でこういうことをやりますよと、その都度あのその実情とこんな思いでこういうふうにやっていきますよっていうような広報活動をあの区の方とはしていきました。それでですね、でそれをあの進めていく上であの私が心がけたことは、さっきもいろいろ出てたんですが、あのただひたすら被害者意識の人、あの猫なんかも嫌いだし嫌だしうるさいし殺しちゃえ、そういう感じの人もあのいらっしゃいますし、それから捨てるやつが悪いと、誰が捨てたんだと、そういう人もいますし、あの餌をやるからいけねえんだと、誰が餌くれてるんだと、そういう感覚の人もいます。で会議の中でもあの区の中の会議の中でもこうあからさまにそういうことを言う人がいまして、そうだよねそうだよねって言って、あのロコソラーレじゃないですが、そうだねって言うとこから、いやそんなことないそんなことないって全然あの否定するとかそういうことはしないで、あのおっしゃっていただいたことはみんな組んで、そうだねそうだねっていう感じであのやりました。それであの餌をくれてる人の中でもあのただ死んじゃ困るからって言ってくれてる人もいますし、あの自費であの去勢手術をしてくださったりして、あの面倒を見てくださってる人もいて、本当にあの地域住民っていうのはそれぞれで、その意思を統一するっていうことは、まあ、不可能っちゃ不可能なので、みんなあの思ってることは事実なので、それはあの否定はしないと。それで結局あの会議やなんかの時もそうなんですが、それぞれの思いはあの否定をしないで、その思いを尊重してやっていくと、そういうことを心がけました。それで地域の中に悪者は作らないんだと、雨の宮区でこうしてるやつが悪いんだとか、あいつが悪いとか、そういうことはないようにしようと、あの誰にも悪い思いをさせることなしに問題解決に行こうと、そういうことを心がけました。それから我々のやることは、あの野良猫から地域猫へということをするんだと。それって何かっていうと、いろいろあるこの問題を解決しながら、それから猫を飼う人の責任、そういう意識の寛容だとか愛護の精神を 全体として高めてくることをやるんだと。我々のやることは良いことをするんだと、そういうことを意識づけられるように、あの候補やなんかでもあの書いて、あのその都度やってたつもりであります。それからせっかくなので区という組織がありますので、これをあの最大限使わない手はないと、できるだけあの上会長だとかあの組総代とか上院といろいろ役があるんですが、それに関係するものはできるだけあの組織を使うと、出てきてもらうと、そういうことであの考えました。それからそんなこと言ってもあの区でできることなんて本当に何もない何もないに等しいなので、もう頼れるところはもう頼っちゃうしかないと、そういうことでもそれはもう腹を割ってあの考えました。それからですが、あの計画を立てるときにはなるべくあの具体的に細かいところまで、あの誰々さんはこれをやればいいんだよと、で
あんまり高望みはしなんで、なあれもやれこれもやれってことはしなんで、これだけやってもらえば本当にみんなのためになるからありがたいと、そういうふうに安心ができるような細かい計画をなるべく立てようということでやりました。でも本当に熱意のある人はどんどん動いてくれるので、そういう意味での自主性の尊重とかそういうことはしっかり考えていかなきゃいけないと。で最終的に自分で心がけてやりたかったことは何を終わるかっていうと、みんなの力で良いことをしていくんだと、そういう意識づけでこのことをやっていくことが大事だと、そういうことをいつも頭の中に置いてやっていきました。で実際さっき見ていただいたようにできたんですが、その成果としましては一応最低限の問題解決ということではやりきることができたんじゃないかと思います。でさっきのテレビでもあったんですが、時捕まったのは14匹で、それからすぐその後から2匹捕まったんですけど、それからあとまだ2匹いるよと、で1匹はメスだと、でそれをなんとかしないとまた増えていっちゃうから最後の最後までやりましょうということで18匹できたんですが、それって私がそんなにね猫のこと分かるわけではないんですが、日頃猫の面倒を見ててくれる人とか、そういう人はちゃんと見てて知ってる、やっぱ経験とかね知ってるっていうことはねとても大切ありがたいことで、そういう人のおかげで最後の最後まできっとその年増えた18匹の猫ですかの去勢手術、それから不妊手術ができたんだと思います。でその結果野良猫を見かけなくなったと。でさっき新健先生がおっしゃってましたけれども、おとなしいままで大人になっていくということで、ありがたいことではね、ギャー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 オス猫が騒ぐとかそういうこともなくなりまして、地域の人にこの発表がある前にこう猫本当に野良猫いねえのかなと2、3度回ったりとか地域の人にどう聞いて回ったんですが、野良猫は亡くなったよと、それで猫の鳴き声もそんなに聞かなくなった、そういうことであります。で結局野良猫ちゃんはこういう桜猫ちゃんにみんな変身していってくれたんだと思います。でその広報やなんかのこともあったんですが、こういう活動をしたということで地域の皆さんも地域猫っていうのがあるぞと、で地域猫っていうのはただ何て言いますかね、去勢して話せばいいんじゃなくてその後も面倒見ていかなきゃいけないもんだっていうことで聞いたんですが、あとどうなってるって言って猫の好きな人に聞いたんですけれど、時間を決めて餌をやっていると、それでそのうちの玄関先っていうんですかね、そういうようなところに糞尿の処理するようなところもちゃんと作ってありまして、ここでやってってくれるときはありがたいんだけれど、まあそんなふうにやってると、それから外でいるので寒い時大変だっていうことで、そのまあうちの中じゃないですけどね、うちの軒下みたいなところに猫が寝泊まりできるようなところを数箇所作ってくださってありました。でありがたいことだったんですが、そのみんなでこうやったっていうことで問題、地域の問題を地域で自分たちで解決していこうと、そういった取り組む力っていうのも、まあ、自分の区としては少し強くなったんじゃないかなと、まあこの活動が反対にね地域に役立ってくれた活動だったんじゃないかなと思います。それですけれども、そこで糞や尿をしててくれる部分はいいんですが、まだこう桜猫でこう分かるようにはなってるんですけれども、外で糞や尿がしてある部分がきっとあるんじゃないかです。そういうことを完全に管理をするのはちょっと難しいけど、できるだけの範囲でしかできないねっていうようなことで、まあ、残された問題としてそういうものがあると思います。そ
それからあのこの時の活動はみんなの協力でできたんですが、あの今だからそこのところは野良猫がいない状態で、これを毎年毎年こう継続していくっていうことはあの難しいことなんじゃないかなと。でそのここでやった体験がまたそういうチャンスがあった時にね、生きていってくれればいいんじゃないかなとは思うんですが、あの人も変わったりとかするので、こうなかなかうまくそのまま続けていくってことは難しいことだなというふうに思っております。で実際あのさっきも放送してくださったからいいんですが、こういう野良猫はこの時は大きいんですが、最初あの見た時にはまだ手のひらに乗るようなちっちゃい猫でたんですが、あのそれが10月の頃はそうだったんですが、やるその2月の頃にはこんなでっかくその子たちがなってたんですけれども、その猫をそのこれはあの捕獲用のケージですけれども、あのちくま猫の会の人から貸していただいて、通過でこう神社だとか、まあ、神社とか誰かがまあ捨てたりしたのがこういたりしたんですが、そのお寺さんだとかその猫がいるこう空き家にこう備え付けまして、捕まえてきたんですけれども、それはあの市の施設なんですが、雨宮研修センターっていうのがありまして、このところへあの取り込んで、あのここが玄関筋なんですが、この中にロビーがあるんですけれども、このロビーのところで、あのこのところへ捕まえてきた猫をこう一晩寝かしといたりとか、あの手術した後ののを置いといたりとか、そういうことをしたんですけども、ここであの行いました。でこのところは、ね、今平田さんがなんか一生懸命こうやってくださってるのがこう映ってると思うんですが、それってあの何してるかっていうとですね、捕獲用 の, あの捕獲機にこう全部番号を振りまして、その捕獲と番号とあの一致するように、あの市で作ってくれた地図がありますので、ここへその捕獲機の1番を置いたと2番を置いたっていうのをあの分かるようにして、その設置場所をこう書いて、それから設置した時刻を書いて、設置者を書いて、あのそこまでがあの事前に用意した分で、それからあの回収してからあの何時に回収したとか、誰が回収してきたかとか、またあの戻さなきゃいけないので、あの回収者が分かるようなこととか、そんなような整理をこう平田さんがしてくださって、なんかあのここのところにチャトラとかなんとかとかね、あのキジなんとかとか、こう 猫の、ね、種類みたいなの書いてあるんですが、そんなものは私たちは全然あのダメなので、こういうことを本当にやっていただけるということは本当にありがたいなと、こんなふうに思います。でこれがあの松木先生で、私もあの去勢手術とか避妊手術が6600円でできるものかどうかというのは、とてもあの本当安いんじゃないかなというような気がするんですが、あのやってくださってるんですが、自分であの個人であの手術車両がありまして、この中で去勢手術とかそういうものをしてくださってます。で私はあの感心したんですが、あの猫の麻酔の注射をする時のこうスピードって言いますかね、こうゲージの中にピュッとこう、もう本当に瞬間に麻酔注射しちゃうといいますか、先生すごいですねって言ったら、いや私よりも早いあのお医者さんはいくらでもいますよって言ってましたけれども、やっぱしプロと言いますかね、そういうものは違うんだなと、それと本気度って言いますかね、あの猫のために何とかしてやろうっていう、そういう松木先生の本気度って言いますのが、それは素晴らしいなと。で松木先生のあのフェイスブック の, あのページがあるんですが、そこにはあの今あの感謝して最善を尽くす、そういう言葉が書いてあるんですよね。まさにあのそういう思いであの取り組んでくださっていると、なんかしみじみ私はあの思わさせていただきました。でこれはまあ付属なんですが、あの
テレビ新春で取材に来てくださった方と、あと下の方の子は何やってるかっていうと、歯科医人さんたちがこの取り組みをブームでリモートで一緒にこう見ていただいているということで、ここにいらっしゃるのは歯科医人さんなんですが、今こんなことやってるよっていうのはライブで他の議員さんたちに知らせてもらっているところです。で、とですね、ここにいらっしゃるこのご家族なんですが、捕まえた猫を飼ってくださるということで、どの猫をいただいていくかなということで見に来てくださったんですが、でも私たちはね、そんな人がいるっていうことも全然分かりませんし、そうなんですが、猫好きの人たちのこの横のつながりっていうのがありまして、あの人が猫欲しいって言ってたよっていうようなことで、その人に話をしていただいて、このどの猫持っていったか私もちょっとあれなんですが、ここで猫をもらっていっていただけました。でこの下の方は終わったところでご苦労様でしたって、ただ記念写真を撮っただけであんまし意味がありません。回覧っていう形で工法でその猫のことをこう今こういう状態でこうしましたと、こういう話し合いをして今度はこうしてきますと、いつも実情とこういう思いでこうに進んでいくんだということを区の方に知らせていったわけなんですが、これは私が最後クビになった時に出したやつなんですが、この猫に関したところがこの真ん中辺のところに書いてあるんですが、こんなふうに最後まとめて出させていただいたんですが、今年の2月初めに取り組んだ野良猫から地域猫にする取り組みでは、市環境課の行政の力と筑馬猫の会のボランティアグループの熱心な愛護の精神と、松木獣医師の献身的な取り組みと、地元のためにと積極的に参加してくださった地域の皆さん、区の組織の力、それに有線放送の広報の力が一つになって、18匹の猫の去勢不妊の手術をし、地域猫へスタートをすることができました。協力し合うことの大切さと、同じ目標に向かって力を合わせることの素晴らしさを改めて知ることができました。ありがとうございました、こんな風で最後締めくくれたので、本当に協力ができるということで、そういう仲間が自分の周りにこういたりとか増えていくとか、そういうことは本当に人間としてありがたいことだなとつくづく思いました。で、以上で私の発表は終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。会場の中でご質問のある方は、すみません、一応4時までという時間で、ただいま3時40分なので、このまま鎌田様への質問と一応全体質問やちょっと情報っていう形で交換会に移らせていただきたいと思いますけれども、まず鎌田様の方にご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いします。宮区の活動についてはとても素晴らしいというかね、ということでちょっと感銘をしたんですが、一つお聞きしたいのは、先ほどの行政の方の方がその猫を捕まえてね、それで、なんだ去勢手術するなり、そうやってもしそれが家猫だったら窃盗罪になるというような話がありましたね。で今回雨の宮区で捕まえて18頭、それがね、家猫か野良猫か
どうやって確認したんですか。あ、いいですかね。ですね、それも有線放送とかいろいろありましてありがたいんですが、その関係する家庭には全校配布で自分のうちの猫には首輪をつけてくれと、それからその日はうちから出さないでくださいと、それからですね、野良猫に対しては朝から餌をやらないでくれとか、そういうものを各家に配布してお願いしたということと、有線放送で2日ぐらい前から何回も何回も同じ内容を放送していただいて、だからまあこちらは首輪がなければもうやっていいんだろうと、そういう形でやらせていただきました。まあ、もしかして入ってはいないと思うんですが、なんて言いますかね、毎日餌をやったりとか見てる人はね知ってるんですよね。それでまだあれが捕まってないとかね、そこまで分かってる、すごいことだなと、やっぱ関心というか好きとかね、いうことはすごい力だなと思います。私は最初14匹捕まった時に、あ、やったぞと、これで俺の仕事は終わったと思ったんですが、そうじゃないって言われて、あ、しみじみ私はダメだなと思いました。よかったら今神山田温泉の区長様、区長様いらしたので、ちょっと雨の宮とこう神山田、やっぱり神山田結構継続して活動してるので、ちょっとそのあたりのコツっていうか思われたことをお話しいただきたいんですけども。すみません、突然のご指名で、ご質問に合わせてちょっと回答させていただきますけれども、今ご紹介いただきました神山田温泉、の自治会長、この3月で、一応4年間の、自治会長を退任する予定になっておりまして、4年間の間に、85ぐらい猫の捕獲去勢し避妊手術を、やってた記憶があります。まあ、これも先ほどの雨の宮の区長さんの、プレゼンの内容の通り、松木先生、それから、ちくま猫の会のボランティアの皆さんの本当に献身的なご協力 のおかげで、まあ、これだけの実績を上げてきてこれたんだなというふうに実感しています。で、今の平田さんの方からあった内容に関してちょっとお話しさせていただきますと、まあ、当初本当にどんなふうにやったらいいのかということを、全く1年ぐらいですね、やっぱり平田さんたちの勉強会に出させていただいてとか、どうやってやるんだろうということを、まあ、本当に試行錯誤してきたんですけども、松木先生がこういうふうにやっていただけるよということをお聞きしたんで、まあ、もう勢いでもうやろう、お金があってもなくてもやるぞということで。区長会で温泉1区から11区まで11人の区長がいて、私が自治会長で、まあ、統括してるんですけども、皆さんに、ここに、問題があるので、今回実施 したいけどということで皆さんにお諮りしたところ、やろうじゃないかっていう、まあ、区長会の中だけどもそのアグリーを取って、実施した次第です。で、当初は自治会で、なんていうんですかね、そういう、まあ、本来育成会から糞尿が道端に、糞尿があって児童が通学するときに困ってしまうっていう、その、苦情処理を自治会の方で何とかしなきゃいけないっていうことで、まあ、動き始めたんですけども、まあ、さっき申し上げた通り勢いでやり始めて、まあ、当初1年ぐらいかかってから、じゃあ本格的にやろうということで、その年は
多分4回ぐらいやったんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ雨宮の奥さんのないあのおっしゃってたような住民の皆さんへの、事前の PR ですね、こういうことを今回やりたいと、やるにあたって、何時から何時までの間、何月何日のこういう時間帯でやりますよっていう、そういう PR をしたりとか、あとは各区長会の中の、個人個人の役割分担を全部事前に決めて、で、やった次第です。で、何回かやっていくうちに、これはあの自治会の問題だけで、処理する問題ではなくて、やはり地域の住民の皆さんのご理解をやっぱりコンセンサスを取りながら、その何て言うんでしょうかね、皆さんに、やっぱり認識を共有化することによって猫の捕獲の取り組みを、まあどん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 推進していくんじゃないかなっていうことで、まあ、旅館組合の皆さんにも出てきてもらったりとか、あとは育成会の皆さんにも、協力してくれよということで、取り組んでもらったりとか、そういったことを地域の課題として、まあ、取り上げることによって、まあ、地域の問題として皆さんに共有化してもらって、まあ、どんどんあの猫の頭数を減らしていくということが神山温泉の観光の、まあ、なんていうんですかね、観光客の皆さんにとってはやっぱり、まあ、猫をあの嬉しがる観光客の皆さんもいるんでしょうけども、やはりそこら辺に猫がうろうろしているのはやっぱりみっともないと。で、観光地としてはそういうことを満足することを一つの目標にしてやってまいりました。まあ、そんなことで、この3年間ぐらいの間に、まあ、さっき申し上げたんですけども85基ぐらいを取り組んできて、まあ、年間4回とか、今年前年平成4年度は2回ほどやっていましたけども、最後の2回目は3匹ぐらい引っかかったんですけども、結局もう、耳をカットしちゃったりとか、そんなような猫でとりあえずゼロだったかな、そんな記憶があります。まあ、地域の住民の皆さんにお伺いすると、やはり猫の頭数は、その野良猫の頭数は、まあ会を追うごとに減ってきたねということは皆さん感想として言っていただけるので、まあ、やってよかったなというふうに実感している次第です。まあ、これはのやっぱり地域の問題として、あの私がこれであの自治会長を退任するんですけども、次の自治会長にもきちんとこういうふうにやってきましたということは引き継ぎをしていくつもりでありますし、またあの、自治会だけではなくて、先ほど申し上げた旅館組合とか育成会とか、もしくは地域の皆さんの中の、猫のこういう、まあ、捕獲活動にご理解のある人たちのご参加もその都 PR して、まあ、お願いしてきましたけども、そういう皆さんの協力を得て、まあ、続けていく活動かなというふうに思っています。これを捉えてしまうとやっぱりまた元に戻ってしまうので、まあ、そういうことをまあ、今度はオブザーバー的な立場になるんですけども、ことあるごとにちょっと感じながら、あのアドバイスでこれからあのそういう活動にしていこうかなというふうに思っています。まあ、そんなことでよろしいでしょうかね。はい、ありがとうございました。鎌田様ありがとうございました。もう一度拍手をお願いいたします。すみません、ちょっと簡単にあのまとめさせていただきたいと思いますけれども、あの今回、まあ、県 の, あの出前講座ということで、あの県庁の方からいらしていただいてもありがとうございました。あの地域言語活動 を推進していくっていうことを、あの11月にあのオンラインであのハローアニマルの方で講座がありまして、私たち聴講させていただいたんですけれども、ぜひこう長野県としてこういうことを推進していただくっていうことをあのっていうことを千曲市の方にも知っていただきたいということで、今回の企画を立ち上げさせていただきましたが、あの実際、まあ、あの雨の宮、まあ、神山田、まあ、地域猫活動をやったっていう実績のもとに、こうどうやったらあのやっていけるかっていうことをお話しいただきまして、皆さんの中でも、まあ、イメージがこう膨らんだものであれば幸いと思っております。今後ともあの
坂口課長の方からもお話ありましたけれども、ちくま猫の会とは今後とも連携して活動していくっていうありがたいお言葉をいただきました。皆さんもやはり、猫に関する問題課題を解決するお手伝いを私たちとしては今後ともさせていただきたいと思っておりますので、もし対応していただきたい事例などありましたら、ちくま市環境課や私たちの方にご連絡をいただければと思います。本日はありがとうございました。何かありますか、今日の感想は。いやでもいろんな立場の方が集まれたっていうのがすごくいいなと思っていて、はい、やっぱり猫が好きな方だけとか困ってる方だけで集まるんじゃなくって、本当に困ってる方も猫が好きな方も、行政もいろんな立場の方が参加されていろんな話ができたっていうのが一番いいかなと思います。今後の活動に期待ですね。そうですね、行政やっぱり江の下の力持ち的なところで派手なことってできないんですけど、一緒になって考えていくってことはできると思うので、はい、譲渡会とかまたね、そうですね、動物愛護センターでも譲渡会再開したところなんですけど、はい、保健所なんかでもやってますし、愛護センターってどこに、愛護センターね、小諸市なんですよ。そうなんですね。そうなんですね。ではありがとうございました。こんにちは、長野インターネット局と申します。こんにちは、今日は長野県は千曲市に来ておりますけども、はい、今公演、もろもろイベントが終わりました、はい、その責任者をされています方に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。千曲猫の会の代表をしております平田さとみと申します。よろしくお願いいたします。平田さん、はい、こんにちは、どうも。はい、こんにちは。今日はどうでしたか。はい、非常にたくさんの方がお見えになられて、私自身もメンバー自身も驚いております。今日は下10人、5、60人の方が来ていただきましたよね、はいはい、結局、去年おととしと、長野県は千曲市の猫に対する活動が、はいはい、猫の会が中心となって、はい、行われていたってことなんでしょうか。そうですね、猫に関する団体は千曲市私たち一団体だけですので、はい、私たち中心にやらせていただいたというのはちょっと手前味噌の話なんですけども、現状そうでありますね。いろいろペットが流行りということで、猫だったり犬が飼われているお宅も多いと思うんですけども、はい、それについてはどうでしょう。はい、長野県の中ではやはり室内飼育っていうものを、推奨しておりますので、やはり大事な猫ちゃんのことに関してはぜひ私たちとしても室内飼育はお願いしたいと思っております。最近なんか自分の周辺では野良猫がいないなとは思ってたんですけど。そうですね、やはり皆様の意識の向上っていうものがやはりそこに現れているんではないかと思います。なんかでもどこによるとね、地域によっては、はい、たくさんの、はい、野良猫ちゃんがいらっしゃるということなんですね。はいはい、その野良猫と地域猫、はい、どう違うんでしょうか。そうです、野良猫っていうのはやはり所有者不明、管理されていない猫なんですけれども、地域猫というものはやはり地域住民の合意といって、こういう活動があるってことを知っていただいた上で、やはり不妊手術、適正にこう餌を私たち定時定点給餌って言ってるんですけど、同じ時間に同じ時間に餌を与えて、片付け清掃を徹底する、出しっぱなしにしない、あとできれば猫トイレを設置していただくっていう形で、はい、形で糞尿の管理もしていくっていうことで、管理されている猫が地域猫っていうものになりますね。地域で昔の野良猫を可愛がっていこうっていうことなんですか。はい、そうですね、やはりね、猫はお好きな方もいらっしゃれば猫にお困りな方もいるんですけれども、はい、やはり住民全体で猫による生活環境被害の改善を目指していくっていうところが大事になってくるかと思います。よく保健所に通報するとかっていう話がありますよね、はいはい、そうするとほら殺処分っていうかね、はい、処分方法がちょっと、はいはい、ちょっと怖いっていうかね、そういうところありますよね、はいはい、
それがこうなんかだんだん減っていくっていう。そうですね、やはりまあ収容される猫、まあ減っていけば、やはりまあ皆様あの行政の方も日頃ご尽力されてて、実際処分に当たるのも行政の方っていうこと現状があるんですけれども、まあ、正直誰でも処分あのなんて嬉しいものではありませんので、やはりまあそうした行政の方の負担も減りますし、やはりこう持ち込む方のまああの辛いお気持ちっていうものも軽減される、やはりまあ持ち込みを減らしていくってことが一番重要になってくると思います。ちくま猫の会としては今後どんなふうに展開していくんでしょうか。はい、あの私たちはあくまでも、まあ、ちくま市住民、まあ、近隣住民のお手伝いの立場ですので、やはり皆様があの猫のためにあのしてあげたい、まあ、生活環境被害を改善していきたいという思いを私たちがお手伝いするという立場として活動を続けていきたいと思ってます。もし猫がたくさんいる地域があったら、はい、猫の会の方に、はい、そうですね、まあ、あのちくま市環境課と連携しておりますので、まずはちくま市環境課、まあの方に、まあ、いやまた長野保健あの長野保健福祉事務所の方にご連絡いただければ私たちの方に話降りてきますので、そちらの方にまあご連絡していただくか、まあ、ちくま猫の会のホームページの方にご連絡いただければと思います。問い合わせコーナーありますね。ありますね、はい、はいはい、ぜひ目に向かって、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんにちは、どうも。あ、こんにちは。長野、うん、はい、長野県庁の健康福祉部食品生活衛生課で、あの動物愛護管理を担当している高井豪介と申します。よろしくお願いします。こんにちは。今日は長野県は千曲市に来ております。はい。ここで今、動物の愛護ということで、講演をいただきました。そちらの方の代表ということで、はい、今日どうでしたか。感想はたくさんの方が来て、くださいました。そうですね、あの、まあ、可愛い動物猫ですけれども、はい、当然あの動物についてあの好きな人もいれば嫌いな人もいますし、全然あの関心のない方も大多数なんだと思います。まあ、いろんな方がいる中でどうやってこう可愛い動物猫をですね、あの飼っていくか、そして飼うからにはその動物に対する責任というのも飼い主さんは当然あります。また猫を飼う以上はあの他の方に当然迷惑をかけないということも当然当たり前のことだと思うんですね。ただ残念ながらあの猫についてはものすごく繁殖力も強くて、あのあっという間にこう不妊強制手術をしないとこう増えていってしまって、まあ、いつの間にかこう他の隣ご近所の方にですね、あの糞や尿のことでこうご迷惑をかけて しまってるっていうことも、まあ、多くあります。またあと可愛い可愛いと思って餌をあげてるうちにあのいつの間にかどん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 増えてしまって、まあ、自分一人ではもうどうしようもできなくなってしまう、まあ、困った状況に陥ってしまうという方も残念ながらおいでになります。まあ、そういった、まあ、猫の飼育に関する、まあ、様々な問題について、まあ、どうやってあの解決していくかといったことを、まあ、具体的な事例だとかも発表があったりしてですね、あの今日 の研修会はあの、まあ、参加者の聞かれた方についてはですね、多分、まあ、すごくこんないい方法があるんだっていうふうに思ったいい研修会だったのかなと思います。なるほど、まあ、あの TNR ですか、はい、地域猫ということで、はい、まあ、野良猫と地域猫、うん、はい、どう違うのか私にはよくわからなかったんですけども、どうもその去勢手術をするかしないかってことなんでしょうかね。そうですね、あの なかなかちょっと一言で言うのは難しいんですけれども、あの猫の糞や尿の被害で困っていたり、また一方であのそういった野良猫さん、野良猫はかわいそうだということで餌をあげる方も当然お世話する方もいますよね。ただ、まあ、猫が増えて糞尿被害で困っていて、もう本当に困っていること、怒りの対象って多分その糞尿の被害、環境問題だと思うんです。猫は全然悪くないです。そうですよね、猫は当然自分たちが生きていくためにしっかりと餌を探して、まあ、それに対してあのかわいそうだと思う方が動物のことを思って、まあ、餌をあげているわけですし、ただその一方でこう糞尿の被害で困っている方もいるんですけど、じゃあ誰が悪いのかというと誰も決して悪くはないと思うんです。あの、まあ、環境の問題、糞尿の被害があると、あと猫の鳴き声の問題がある、まあ、そういった地域の環境の問題として捉えて、まあ、みんなが力を合わせてあの
そういった環境被害をなくすためにはどうしたらいいのかっていったことを、まあ、考えて対応していく。これなかなか一筋縄ではいかないので本当に大変なことであるんですけれども、まあ、これこそまさにあの地域の力みんな合わせてですね取り組んでいく、本当にまさに地域猫という何にふさわしい活動なのかなというふうに思っています。まあ、猫野良猫がこうかわいそうだということで、はい、あの餌をくれたり、まあ、結局保健所に通報しても、まあ、殺されてしまうじゃないかって言って、だったら餌あげてかわいそうだなって思ってる方が多いと思うんですよね。そうですね、まあ、今あの人と動物の関係っていうのも時代とともに変わっていくので、はい、あの 昔と今ではですね全くこう動物に対する考え方って違うと思うんです。本当に今、まあ、ペットをあの人の伴侶としてこう可愛がっていくっていう存在になってるんだと思うんです。まあ、そんな中で動物愛護管理法っていう、まあ、国の法律でも、あの昔みたいにですね保健所にこう猫やを持ち込んだとしても今ほとんど殺処分って実際してないんですね。はい、あのできるだけあの生存の機会を与えて、あの新たな飼い主さんを探すということをあの実際今長野県でも行っています。あの実際長野県でもこう殺処分率っていうのは全国でもトップレベルの低さなんですね。はい、まあ、そういった活動もしつつ、ただ実際にあのそれだけであの救える命というのは限られていますので、やはり一番は今日のお話あったみたいに、まあ、地域の問題として捉えてどうやってその野良猫たちのこう寿命をあのしっかり全うさせてあげるかといったことを、まあ、この地域猫の活動がですね、まあ、少しでも広まっていくといいなというふうに思っています。TNR、はい、またリターンしてしまえば、はい、被害っていうのは同じかななんて思っちゃうんですけど、まあ、そうですね。ただあの先ほどの研修会の中でもお話ありましたけれども、まあ、地域の中でルールとしてしっかりとこう野良猫たちが使うトイレを設置するということだけでも、あの糞尿の被害っていうのは 100% ではないですが、あの減ってくると思います。猫だったら気持ちのいいところであの排泄をしたいと思うので、まあ、そういうトイレがあることであの今までしてたところでしなくなったりとかということもありますので、まあ、そういった地域でルールを決めてあの取り組んでいくということはとても大事なことなのかなというふうに思います。地域ぐるみで対応するということですよね。そうですね、あの決して猫が悪いわけではないですし、はいはい、猫に餌をあげている人が悪いわけでもない。本当に環境の問題として捉えて、まあ、あの命のある猫を命をですねどうやって全うさせてあげるか、まあ、地域の問題としてあのみんなで取り組めたらいいなというふうに思っています。まあ、地域ができることと県ができることっていうのは違うと思うんですけども、はいはい、今後どんなふうにこう取り組んでいこうと思っているんでしょうか。そうですね、あの長野県ではの動物愛護管理推進計画っていうので、はい、大体10年スパンぐらいの計画であのいろんな目標値を定めています。まあ、その中でもこの地域猫活動っていうのはもうこの考え方が出てきたのもずいぶん20年ぐらい前になるんですけれども、なかなかこう広く浸透しているというふうには言えない状況です。当然あのいい成功例ばっかりじゃなくて失敗例も多分あるんだと思うんですね。なので少しずつ、まあ、今日お話にあったようないい例事例ですね、成功体験をあのみんなが少しでも知ることによって、まあ、いろんな地域で猫で困っているところでもですね、あんな方法があるって少しでもこうピンとくる人がいればあの解決の明るい光に向かってですねあの動き出すことができるのかなっていうふうに思っています。まあ、そういったことをこう広める周知啓発するといったことを県としてもしっかりと今後取り組んでいきたいなというふうに思っています。地域活動が活動しやすいように、そうですね、そして県としても県全体を見守りながら、はい、ぜひ目標に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。本当に皆様のご協力がないとできないことですので、私たちもできることをしっかりと取り組んでまいりたいと思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。